中国が EV を見切りエンジン開発へ、その結果日本車メーカーが大勝利する展開になるをお送りします。中国が EV を諦め PHEV へ方針転換か。電気だけで走る EV 電気自動車には環境に優しいというメリットがあるとされています。そうした世界的な流れを受けて、特に中国では EV の普及を加速させてきました。ただ EV については電力問題や安全性、そして本当に地球環境に良いのかといった疑問が多く残ります。そのため成長に陰りが見え始めており、 EV だけではやっていけない自動車メーカーも現れ始めました。こうした背景から最近中国では EV に見切りをつけてハイブリッド車の開発に乗り出す企業が出てきています。今回はそんな中国の EV からハイブリッド車への転換の動きについて見ていきたいと思います。まずは中国の現在の状況です。中国では近年カーボンニュートラルの達成を目指し、内燃機関車から EV への移行を進めてきました。政府の後押しもあり、多数のスタートアップ企業が参入し、さまざまな EV が開発されていったのです。しかしその結果、需要よりも供給が圧倒的に上回ってしまい、EV 市場は過当競争に陥りました。そのため中国では現在値引き合戦となっています。これにより多くのメーカーが採算が取れなくなり、赤字や倒産に追い込まれているのが中国の実情です。これは世界で見ても同様で、現在 EV メーカーで黒字となっているのはもはや米国のテスラと中国の BYD のみと言われています。 BYD はもともとバッテリーメーカーでもあり、他社からバッテリーを購入せず自社で供給するため、その分コストを抑えることが可能で、かろうじて利益を出しています。しかしバッテリーは供給不安や価格高騰が懸念されるレアメタルが必須です。長期的で安定した利益計画が立てにくいという課題があります。そこで BYD などの中国メーカーは PHEV プラグインハイブリッド車こそが社の長期的な経営を支える最適解だと判断したようです。 PHEV は EV よりもバッテリー容量が小さくて済みますし、高効率なエンジンを搭載すれば燃費も良くなります。また EV では不十分な航続距離も PHEV なら問題ありません。さらにその分高い技術力を要求されるので、 EV のような過当競争にはなりづらいといったメリットもあります。そのため大手で体力のある BYD は EV を見切り PHEV へと力を入れようとしています。しかしここで問題となるのが、実はエンジンです。 PHEV にはエンジンが必要となります。ただ中国は自国内で優れたエンジンを作ることができません。そのため海外からエンジン技術を導入する必要があります。これが日本の自動車産業にとってはまたとないチャンスとなっていきそうです。なぜなら日本はエンジン技術において世界トップレベルであり、 PHEV の先進国だからです。中国の自動車産業が EV から PHEV へ方針転換することで、日本の高い技術力に新たなスポットライトが当たることになるわけです。もちろん技術の流出には気をつけなければいけませんが、 BYD が PHEV へと進んでいけば、現在世界各国で発表されている内燃エンジン車の新車販売を禁じる動きも変わっていきそうです。しかしなぜ中国は自動車のエンジン技術で日本に追いつけないのでしょうか。中国の製造業は近年大きく発展しています。粗悪品も多いですが、徐々に精密機械も国内で作れるようになりました。そのため最近では韓国の半導体を拒否し、自力で製造する流れにもなっています。こうした流れを考えれば、エンジンもある程度の品質であれば開発できるように思えてきます。しかし自動車のエンジンの製作には極めて高度な技術が求められます。そして中国にはエンジンを作る独自技術がありません。もちろん正確に言えば、中国のメーカーもガソリンエンジンを作れないわけではありません。今では多くの中国ブランドの車に中国製のエンジンが搭載されています。ただしそれらは完全な自主開発ではなく、トヨタなどの日系メーカーや海外メーカーから技術や知的財産を得てライセンス製造しているだけなのです。中国のエンジン開発は40年ほど前に日本のエンジンを分解して真似することから始まりました。トヨタやホンダ、日産などの日系の自動車のエンジンは耐久性や燃費の良さから中国メーカーにとって垂涎の技術でした。しかし日本のエンジンを何十年もかけて分解し、分析し、
似たような部品を作り組み立て直してみても、結局は同じレベルのものが作れなかったのです。それほど日本のエンジンの部品や製造技術は高いのです。各部品それぞれに特殊な技術や材料が使われており、それらが全て揃った上でなければ完璧な部品を作ることができず、高品質なエンジンも製造できません。模倣の技術においては世界一とされる中国が真似することができないということは、日本製のエンジン部品のオリジナリティの高さを証明しています。またこれはエンジンだけでなく PHEV についても同じです。日本はPHEV の技術開発において世界をリードしており、三菱やトヨタなどのメーカーが長年にわたり次々と PHEV の新型を販売してきました。中国の自動車産業が PHEV の市場開拓を本格的に始めれば、より質の高い日本製の PHEV の需要が高まっていくことでしょう。また日本は外部給電機や充放電設備などの関連機器やインフラも優れており、中国市場が拡大すれば、それに伴い日本企業が現地で各種設備を設置、メンテナンスなどを請け負うことになるはずです。このように中国の自動車メーカーが PHEV の生産に注力すれば、その分日本の自動車産業が活況を呈する可能性が高いのです。 EV シフトは打ち止め状態。そもそも中国と日本ではものづくりに対する情熱が違います。中国の自動車業界では、より良い車を作るよりもより儲ける方が成功者だという考え方が主流です。技術を極め、お客の想像以上のものを作りたいという日本人が持つ職人的精神とは大きく異なるのです。そのためネジ1本の締め方すら日本と中国では微妙に違ってきます。その違いが積み重なって最終的に大きな差となって現れます。だからこそ当初中国はエンジンを積まなくても良い EV であれば日本にも勝てると考え、 EV シフトに全力を注いでいました。しかし2022年12月末で政府による EV 購入者への補助金が終了してしまったこともあり、 EV 市場は急速に冷え込みました。そのため中国のユーザーの関心は EV よりも安くて燃費の良い PHEV へと向き始めてしまいました。また PHEV は EV よりさらに環境にも優しいことが分かっています。ドイツの研究機関が行った調査では、自動車の製造から廃棄までの全工程で排出される二酸化炭素の量を比較したところ、 PHEV が最も少なかったという結果が出ました。このように世界的に EV からハイブリッド車や PHEV へと流れが変わり始めています。実際 EV の普及スピードにも陰りが出てきています。国際的なコンサルティング会社 KPMG が2022年に発表したレポートによると、2030年までに世界中で売られる新車のうち EV が占める割合は、2021年時点で予想されていた約 50% から2022年時点では約 25% まで下がっています。 KPMG はこのレポートのために世界各地の自動車メーカーの幹部や専門家にアンケートを行いました。その結果、今後10年間で自社が最も力を入れる技術は何かと聞いたところ、ハイブリッド車と答えた人が多く、全体で 51%、米国では 55%、 EV が急速に広まっている欧州でも 47% に上りました。これは世界の自動車メーカーが EV への完全な移行はまだ先だと考え始めていることを表しています。実際欧州では最近、ホンダが開発したガソリンやディーゼルエンジンでも使えるカーボンニュートラル燃料が導入されました。これにより、トヨタがずっと主張してきた HV や水素、合成燃料など複数の技術を組み合わせるマルチパス戦略が有利になりつつあります。こうした流れを考えると、中国の自動車メーカーが PHEV へとシフトしようとしているのは当然と言えます。これまで日本が主導してきたこの分野が、ようやく世界の主流となっていきそうです。このような状況には人々からも多くの声が寄せられていましたのでご紹介します。中国の PHEV 開発の動きについて知った人々の反応。全面的で拙速な EV シフトを主張した EU は愚かだったという結論だね。当初からトヨタが言っていた全方位の立ち位置がやはり正しかった。中国が動けば EU も動くだろうね。中国の独自エンジン開発は100年経っても無理。それだけ中国の部品メーカーの素材や品質詐欺は根が深い。
よほどの急激な意識改革がないと日本のレベルには到達できないだろう。 EV を主導した BYD ではすでに大規模リストラが始まっている。 PHEV で利益を上げられなければ倒産までいくだろう。だからこそ PHEV の普及を全力で進めるだろうし、そうなれば日本が儲かる展開になる。新規開発は中国の最も苦手な分野。だいたい内燃機関ってそう簡単にできるものではないからね。ネジ穴や回転部品の精度の塊がエンジン性能を決める。建築構造物ですらまともに作れない国がしっかりしたエンジンをゼロから開発することはできないよ。中国市場で日本が躍動する。 PHEV の技術で日本は世界のはるか先を行っています。そのため BYD が PHEV を開発するとなれば日本に協力を求めてくるはずです。特にエンジンについては技術供与や日本車メーカーのエンジンを使うこととなりそうです。そうなれば BYD の PHEV が売れれば売れるほど日本車メーカーも儲かることとなります。また中国市場で PHEV が主流となればユーザーは当然日本の PHEV に目を向けることになっていくはずです。いずれにせよ巨大な中国市場で日本車メーカーが躍動する日は近いと言えそうです。 IMF が警告、非実通貨国になろうとした結果とんでもない事態にをお送りします。 IMF が警告した内容は、日本のお隣の国はウォンが国際通貨になることを夢見ています。ドルや円、ユーロに並ぶ存在となると本気で信じているのです。しかしその理想は実態とかけ離れてしまっています。先日 IMF は韓国の政府債務比率について、先進国のうち韓国を除く非基軸通貨10カ国地域の平均を上回ったと発表しました。つまり財政面において非基軸通貨国の中で最弱であることが示されたのです。通貨の信用というのはその通貨を発行している国の財政基盤に支えられています。そうした中で最弱の認定をされてしまった彼らのウォンは基軸通貨になることなど夢のまた夢という状況なのです。今回はそんな IMF による指摘について、現地メディアが報じた内容とそれに対する人々の反応をご紹介します。まずは報道内容です。我が国はウォンが基軸通貨になることを目指して邁進してきた。基軸通貨国とはドル、ユーロ、円、ポンドなど国際的に通用する基軸通貨を使う国々だ。これらの国は政府債務比率が高くても自国通貨をすれば国の借金を返すことができる。しかし我が国も含まれるほとんどの国は非基軸通貨国だ。これらの国の通貨は国際的には通用せず、政府債務が増えた場合のリスクが基軸通貨国よりはるかに高い。経済危機局面で通貨価格が暴落し、債務償還負担が雪だるま式に増えた場合、ドルなどの基軸通貨を確保できなければデフォルトの危機に陥りかねないからだ。そうしたことを踏まえて IMF による最新の財政点検報告書を見てみよう。それによると、昨年の韓国の政府債務比率は対 GDP 比で 54.3% となった。これは先進国のうち韓国を除く非基軸通貨10カ国地域の平均である 52% を上回っている。我が国がこれら10カ国の平均を上回ったのは今回が初めてのことだ。 IMF は先進国の中では我が国のほか、チェコ、デンマーク、香港、アイスランド、イスラエル、マルタ、ニュージーランド、ノルウェー、シンガポール、スウェーデンの11カ国地域を非基軸通貨国地域に分類している。我が国の政府債務はそれらの国と比較して急激に増えてしまっている。2021年時点では10カ国地域の政府債務比率は平均 55.6% で、我が国の 51.3% よりも高かった。ところが IMF は韓国の今年の政府債務比率について、昨年10月時点での予想値である 54.4% から 0.9 ポイント悪化する 55.3% になると予測しているのだ。しかも IMF は韓国の政府債務比率が26年には 57.2% にまで上昇すると推定している。そうなれば韓国は非基軸通貨国地域の中でシンガポールに次ぐ2位になってしまう。我が国は昨年、非基軸通貨国地域の中ではシンガポール、アイスランド、イスラエル、マルタに次いで5位だった。それがたった1年で3つも順位を上げてしまったのだ。
以上が報道内容です。この政府債務比率は国の GDP に対する政府の借金の割合を指す指標です。この比率が高いと国の財政健全性が低下し、経済的なリスクが高まっていることを示します。つまり彼らの国の経済状況はかなり悪そうだと言えるのです。多くの債務を抱えることは一般的にはその国の経済に対するリスクとされます。なぜなら高い債務は将来的に債務返済の負担を増大させ、財政健全性に影響を及ぼす可能性があるからです。また国の信用評価にも影響を及ぼし、それが通貨の価値に影響を及ぼす可能性もあります。 IMF は韓国の政府債務の上昇速度が加速していると警告しています。その原因は経済の潜在成長率の低下と少子高齢化による人口減による内需の縮小です。韓国の経済成長率は1990年代には平均 6% 程度で成長していましたが、2000年代以降は鈍化しています。その主な原因は少子高齢化による労働力人口の減少と中国などの新興国との競争激化です。少子高齢化は韓国の人口減少にもつながっています。韓国の人口は2017年には5163万人でしたが、2050年には4777万人に減少すると予想されています。人口減少は内需の縮小につながり、経済成長をさらに鈍化させる可能性があります。そして彼らの財政で一番危険なのは政務債務、会計債務、そして企業債務のいずれもが増加を続けていることです。まず政府債務は2022年末時点で約120兆円に達しています。これは GDP の 54.3% に相当します。このように政府債務が増えているのは景気対策や社会保障費の支出増加などによるものです。また家計債務は2022年末時点で約185兆円となっています。これは国民の可処分所得の 160% に相当します。つまり国民が稼ぐお金すべてを返済に使っても足りないという状況にまで追い込まれているのです。さらに企業債務は2022年末時点で約200兆円となっています。これはGDP の 137% に相当する金額で、過大な設備投資などが重しになっています。このように個人、企業、政府の債務がすべて増加しているこの状況は韓国経済にとって深刻な問題です。政府債務がさらに増加すれば金利が上昇し、経済成長がさらに鈍化していきます。また家計債務や企業債務がさらに増加すれば金融危機につながる可能性があります。このような状況を何とかするため、韓国政府は財政赤字の削減や歳出削減などの対策を講じています。しかし、少子高齢化や人口減少などの課題は大きく、政府債務を削減するのは容易ではありません。韓国政府はさらなる対策を講じる必要があります。また国民は政府債務の問題を認識し、節約や貯蓄などの対策を講じる必要があります。それでもどうにもならなくなれば、やはり過去に何回も実施している特赦令を行うしかなさそうです。ムン前大統領は2017年の大統領選挙で特赦令を公約にしました。これは10年以上かけて1000万ウォン以下の借金を返済できなかった人々の借金を全額帳消しにするというものでした。そしてこの特赦令は2018年1月に実施され、約100万人の国民の借金が帳消しになりました。しかしこの特赦令は政府の借金を増加させました。これは借金を帳消しにした分、政府が債務を負担することになったためです。政府の借金が増えたことは将来的に経済危機が生じた時の財政支出に支障を与える可能性があります。政府は借金の返済に充てるため税金を増やすか歳出を削減する必要があります。政府が借金を返済するために税金を増やすと国民の消費が減少し、経済成長にマイナスの影響を与えることになります。一方で政府が歳出を削減すると公共投資が減り、やはり経済成長に大きなマイナスの影響を与えることになるのです。この事例を見ると特赦令も韓国経済を救うことはできないことがわかります。つまりどのように動こうと彼らの経済はもう終わりへと向かっているということになります。どんなにもがこうとウォンが基軸通貨になることはありえなさそうですね。こうした状況には日韓から多くの声が寄せられましたのでご紹介します。韓国の反応。
とにかく政府の債務が大きすぎる。このようになるのは国のリーダーを間違えて選んだからだ。まさに天災がやってきた気持ちだ。文前政権のせいだよ。なのに負債の山を作った連中は何もなく普通に生活しているようだ。さすがにおかしいよ。債務は2019年から急増しているんだよね。今や負債が増える一方で、現政権にはそれを減らす手腕がない。もうこの国は終わりだよ。お金をばらまきすぎて本当に一生懸命働いている人たちは一瞬で貧困になる。こんな国に生まれるんじゃなかった。日本の反応。要するに政府債務比率が上昇し最悪記録を更新したということだね。文大統領の頃から過去最大と言ってたから今さら驚かないよ。日本には関係がないことだね。内政干渉はしないから自国だけで頑張ってね。日本は絶対に関わってはいけないよ。昔は借金も財産のうちなんて都合のいいことを言う人がいたけど、国が倒れるほどの債務はトップの責任だし国が滅ぶ原因になる。でもそのトップを国民たちが選んだんだから結局は自分たちのせい。日本に責任をなすりつけたりしないようにしてね。彼らの発表する数値は必ずと言っていいほど姑息な手段を使って持っている。だから債務比率計算の分母、つまりGDP の値は本当に正しいのかが疑問。もし GDP も持っているなら実際の債務比率はもっと高いことになる。内需が低い上に輸出に関わる産業の基幹技術も国産化できていない。頼みの綱は日本とかから輸入して組み立てて売るという仕事だけ。わずか十数年前にも通貨危機を経験したというのに一切何も学ばず改善もせず、そしてまた国家破綻か。ひどすぎるね。韓国の未来は真っ暗。政府債務残高の増加は韓国経済に様々なリスクをもたらしています。政府債務の利息負担の増加によりさらに財政赤字が拡大、また海外投資家たちの韓国への投資意欲を低下させます。そうなれば株式市場もウォンも暴落します。さらに政府債務の増加は年金財政や福祉財政の破綻を招き、韓国の将来の世代に経済的な負担を転嫁することにもなります。彼らは何とかこの状況を打開しようと頑張ってはいますが、その結果はあまり良くありません。一つ確かなのは韓国の未来は真っ暗だということだけのようです。ついに政府からの予算がついた。日本に眠る資源が本格的に商業採掘へをお送りします。日本に眠るメタンハイドレート。日本のエネルギー問題について考えるとき、最初に頭に浮かぶのは資源不足です。日本はしばしば資源貧弱国と称されてきました。これは石油や天然ガスなどのエネルギー資源が国内にはほとんどないという現実を反映しています。私たちの生活、産業活動、そして国家経済全体が大量のエネルギーを必要としているにもかかわらず、その大部分は海外からの輸入に依存しています。この輸入依存の状況はエネルギー価格の上昇、供給の不安定性、そして地政学的リスクといった経済安全保障上の脅威をもたらします。こうした背景から日本のエネルギー自給率を向上させることは経済、社会、そして環境の観点からも重要な課題となっています。これらを解決するための方策としてはいろいろなものが模索されていますが、まだ完全なものはありません。そうした中で現在最も期待されているのが天然ガスの主成分が氷状になった物質メタンハイドレートの開発です。今回はこの天然ガスを生み出すメタンハイドレートの開発の最新状況と人々の声をご紹介していきます。メタンハイドレートは水分子とメタンガスが結びついて形成される氷状の物質で、日本の EEZ 排他的経済水域内に大量に存在しています。その推定されているメタンハイドレートの量は驚くべきもので 12.6 兆立方メートルにも及びます。これを日本円に換算すると少なくとも120兆円分にもなります。さらに現在の日本の天然ガス消費量をもとに換算すると約100年分のエネルギーを提供することが可能とされています。しかし現在の技術ではメタンハイドレートから安全に、そして経済的にメタンガスを抽出することは難しいのが実情です。またメタンガスは温室効果ガスであり、その排出を抑えることが求められています。
そのためこのメタンハイドレートは日本のエネルギー問題解決の鍵となりうる一方で、採掘には様々な課題が伴います。そして採掘の最大の課題はコストです。特にメタンハイドレートの採掘には特殊な技術と機材が必要で、それらの高コストが一番の問題となっています。これまでに様々な採掘技術が開発され試みられてきましたが、経済的に見合う規模での採掘は実現できていません。しかし最近その採掘に一筋の光が見えてきました。北見工業大学と三井海洋開発が共同で開発した新しい掘削技術によって、そのパラダイムが変わりつつあるのです。この新しい掘削技術は従来の掘削作業と比較して大幅にコストを抑えることができ、効率的にメタンハイドレートを採掘することができるとされています。具体的な技術的詳細は特許や商業秘密の範囲内にあるため公開されていませんが、業界内で大きな期待を集めているようです。公開するとお隣の国などが盗もうとしてくるので、こうした対応は正解でしょう。私たちまで知ることができないのはもどかしいですが、日本人がこうして発表するということは確かな根拠があるはずです。今後このような採掘に関するコストを抑える技術が発展していけば、日本に眠る資源が活用できることとなります。これは日本のエネルギーセキュリティとエネルギー自給率向上の観点から大きな希望の光といえます。そしてその動きに呼応するように政府も着々と動き出しています。法整備に乗り出す日本政府、メタンハイドレートの開発には民間の力だけでは限界があります。商業採掘を継続的に行っていくには技術開発だけでなく、関連する法律や規制の整備、環境影響評価の実施などが必要となってくるからです。そのため最近日本政府はメタンハイドレートに関する法整備や計画をまとめ始めています。内閣府の総合海洋政策推進事務局は2023年5月に第4期海洋基本計画案を作成しました。この第4期海洋基本計画案は、日本が今後どのように海洋資源の探索、開発、保護を進めるべきかについての具体的な計画と戦略を提案しています。この計画では資源探索と環境保全の両面をバランスよく考慮した上で、海洋資源の有効利用と海洋環境の持続的な保全を両立させる方向性を打ち出しています。そしてこの計画においてメタンハイドレートは大きなポテンシャルを持つ新しいエネルギー資源として特別視されています。そして第4期海洋基本計画案では、採掘への課題に対する対策と解決策を模索するための研究開発の推進が提案されています。具体的には、効率的かつ安全なメタンハイドレートの採掘技術の開発、採掘時の環境影響の評価と軽減策の検討、そしてメタンハイドレートを含む海底環境の理解を深めるための基礎研究の強化などが挙げられています。このように第4期海洋基本計画案は、メタンハイドレートを含む海洋資源の持続可能な利用を実現するためのビジョンと戦略を示しています。メタンハイドレートが将来のエネルギー供給源として大きな役割を果たすことが期待されている一方で、その採掘と利用が環境に与える影響を最小限に抑えるための取り組みも重要であると認識されています。そして政府は2023年度において海底資源開発に巨額の273億円の予算を組み、民間企業が2028年までに商業的な採掘を開始できるよう全力で支援することを決定しました。これは日本がエネルギー自給率を向上させ経済的な自立を目指すための重要なステップです。この取り組みの一部として、先ほどの北見工業大学と三井海洋開発は、経済産業省資源エネルギー庁からの委託を受けて、産業技術総合研究所が主導するメタンハイドレートの新たな採取技術の開発に参画しました。この新技術の中心となるのは大型ドリルを用いた広範囲延直掘削法です。これは大型のドリルを使用して海底のメタンハイドレートを広範囲にわたって掘削し回収する技術です。この工法は従来の方法よりも掘削範囲が広く効率的な採掘が可能とされています。具体的な開発の進行として、2022年10月には南海トラフの地質環境を模倣した模擬地盤を使用して掘削性能試験が行われました。この試験の結果、新たな掘削方法が求められる効率性のレベルに達していることが確認され、
メタンハイドレードの開発は一歩前進しました。さらに2023年2月にはさらなる試験が実施されました。こちらは表層型メタンハイドレートと同等の強度を持つ大型の氷の模擬地盤を使用した陸上での掘削性能試験です。この試験では3種類の特製掘削刃を使用し、パラメータを変更しながら4つの大型氷ブロックを掘削しました。そして結果として 100% メタンハイドレートの地盤でも効率的に掘削・回収が可能であることが確認されました。これらの試験結果は北見工業大学と三井海洋開発が開発した新しい掘削技術の実用性と有望性を示しています。これが237億円の予算がプロジェクトの中に入ることでさらに進化していき、商業化されることで日本のエネルギー自給率向上に大きく寄与することが期待されます。また北見工業大学と三井海洋開発は最新の掘削技術を用いてメタンハイドレートの採掘を試みる過程で掘削機器の性能を評価するための基本データの取得に成功しました。これには具体的にどのような掘削場や機器が最も適しているかを判断するための情報も含まれています。このデータは非常に重要で、正確な評価と選択は掘削の効率性と成功率を大きく左右します。今後彼らはこれらの試験で得られたデータをもとに各種のメタンハイドレード開発対象域について最適な掘削場と機器の組み合わせを選定していきます。さらに掘削に必要な動力や掘削装置の性能などについてのシミュレーションも行っていく予定です。これによりこの新たな採掘技術が実際に効果的であり、かつ商業的に収益を生む可能性があるかを評価することが可能となります。この一連の動きは長年にわたり日本国内で注目され期待されてきたメタンハイドレードの商業化がついに現実的な可能性へと近づいていることを示しています。政府からの予算もついて、あとは商業化へと実現化していくだけとなったのは非常に大きな前進です。これまで夢物語のように語られてきた日本の資源大国化はすぐそこまで迫ってきているのです。このような状況には人々からも多くの声が寄せられていましたのでご紹介します。メタンハイドレート掘削の現状を知った人々の反応。海底に眠るメタンハイドレートやレアメタルの採掘は日本の将来のために絶対必要な事業。政府は全力でこれらの資源開発と実用化にあたってほしい。そういった意味ではちゃんと予算がついたのは嬉しいね。メタンハイドレートの採掘は早く実用化してほしいね。これが実用化されたら日本にとってとてつもない朗報だ。最近暗いニュースが多い中で日本の未来に明るい光を見たように感じた。エネルギーも食料も全て自給できる国にしてほしい。国はやれることは全てやってほしい。日本が永遠に輝く国であるためにもね。これが実現したら中東に次ぐエネルギー大国になることは間違いない。あとはお隣の国たちがいろいろ言ってくるのをどう防ぐかだな。そろそろ本当に現実化する。これまでエネルギーの自給自足化は日本にとって悲願でした。過去のオイルショック、そして現在のロシアによるウクライナ侵攻の余波を受けたエネルギー代高騰はまさに日本の現状を示しています。エネルギー安全保障を考えると自国で天然ガスを産出する意味は非常に大きいと言えます。最初のうちは投資額が大きいのでどうしても価格は高くなるはずですが、それも技術の発展により抑えられていくはずです。